これくらいか。これくらいだったんすか。もう持ってるしなぁ、これくらい。ちょっとなんかバグって大変なことになってる。これ僕に攻撃されないか。大丈夫これ。待って、伝説のポケモンいるんだけど。あれ、主か。伝説のポケモンに立ち向かいに行きますか。あれがドンファンに似た主か。よろしく。超強そうなんだけど。ちなみに。タイプ地面かな、多分。ちょっと危ない危ない。ドンフワーン。自分でドンファンって言ってんじゃん、こいつ。ロト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 、はい。ハローリーダー、こちらのオーニムだ。偉大な牙は本来パリダーの大穴のポケモン。くれぐれも注意して対処してくれ。勝てるこれ。偉大な牙っていう名前なんだ。みんなこれじゃん、とりあえず。叩き落とす。効かないね。ん？はぁ、強っはなんか、ナメプしろ。高速スピン。ナメプしてくれてー。ありがとうねー。ゾン。は、なんで弱くなってんのこれ。あ、そっか、イベントか、これ。消えたか。見た目好き、こいつ。ドラクエ思い出すわ。なんか。主の偉大な牙、何かを食べ始めた。しょっぱいやつかな、今回は。あ、ちょっと尻尾気をつけてね。見て、主見つけたみたいだな。はい。あいつが土神の主。あれってポケモンなのか。長くて一段と元気になってそうだな。麻薬？見て、踏ん張りどころだぜ。行くぜ。ちょ、でかい。画面が近いです、めちゃくちゃ。何食ったんだろう。スパイスなのはわかってるけど。スコビ、なんか強くね、お前。お前のポケモン強くね。え？まあ、ルミナコリジョンでしょ。この辺で捕まえたスコビラン、ピリッとホットに活躍してくれ。お前、いいポケモン捕まえてるじゃん。でもね、レベル40ぐらいはあるのか。ズドン。あ、なんか、強くなってる。確かに。怖い顔。え？何役？すいません、ガクッと下がった。ありがてえ。まあ、そういうの大事だよな。うわ、強っ！特防ガクッと下げたルミナコリジョン。これ最強じゃん、マジで。これどうしましょう。かなり落ちまあ、効かないね、あんまり。あと、だって、ツイーバームとかでいいもんね。で、いや、石化でいいもん。よいしょ。余裕、めちゃくちゃに。いや、こいつレベル40ぐらいありそうだけど。普通に。あざっす。普通に勝ちました。この穴の中になんかスパイスがあるのかな多分。うしとお疲れちゃんだぜ。あいつ主っていうかマジで何だったんだ。でもどっかで見たことあるよな。まあ、ドンファンのあれだろうな。アッシュだろうな。あいつが食ってた秘伝スパイスこの中にあるはずだ。戻ってこないうちにちっちゃく操作しようぜ。調査か。何があんのかな。何のスパイスなんだろう。塩味？甘味？どっちだろう。前と同じだ。今回はもしかして、スパイスがあるはずなんだが。やっぱりちゃんか。なんだお前、全部にちゃんをつけるじゃん。何のスパイスだこれ。しょっぱいものと予想。間違いなくスパイスだぜ。見てた秘伝スパイス。秘伝、スパスパイス。ああ、酸っぱいのか。酸味か。ああ、なるほどね。とりあえずありがとうよ、リーテ。といたしまして。本によると、秘伝スパスパイスは需要競争栄養がいっぱい詰まってる。疲れた心と体によーく来てみるみるうちに回復するんだと。なるほどね。こいつを料理して食べさせるや。よし、リーテ、飯だ飯。早速準備するぞ。よし、頼むわ。曲がいいね。どんな感じになるんだろう。もちろんさん、もう一つ気まぐれスパイスたっぷりサンドだ。感謝の気持ちの主パッチも添えて、な。あざす。どんな表情するんだろう。あ、ちゃんと美味しそう。前の写真ひどかったからな。そっす。
歌います。あ、今回は食べさせてあげるか。今回ちゃんと3個分作ったけど、ペパー、たくまたかよ、今度はお前の分も作ったからな。これはね、サンドイッチあげようか。まああげよう。お、ギョンス。ふん、俺でも言ってるつもりか。余分に作っといて正解だったぜ、やっぱりな。こいつならやってくれると思ったぜ。頑張って手伝ってくれて、リテのためなんだからな。絶対にこの間のためじゃないぞ。積んでるか、お前。ガツガツと。いっぱい食え。またこうして一つ進化するのか。前回波乗り覚えたんだっけ？滑空覚えたっていうことは空も飛べるようになったということか。なんかまた成長したんか。あいや。やっぱヒデンスパイスの効果ってやっぱ絶大だな。そうでなくちゃ困るけどよ。それはあげないぞ。勝手に食べるなよ。そんな！それはお前のじゃない！ガチだ。ミライドンがいるんだもんな、お前よな。あ、すまん、思い出して。いいんだよ。ニテにはちゃんと話しておくべきかもな。お前絶対ミライドン持ってるだろ。出てこい。あ、全然違った。全然違った。全然ミライドンじゃなかった。こいつはマフィーティフ、俺の相棒さ。ありゃあ。あー、おじいちゃんだね。だいぶ。さ、元気ならサンドイッチだぞ。ほら、ゆっくり食べろよ。おー、優しい。小さく分けてあげてな。ゆっくりゆっくり噛むんだぞ。喉に詰まらせたら困るからな。こいつしばらく前にちょっと大怪我しちまってさ、それ以来ずっと具合が悪くて、ポケモンセンターを？その怪我や病気じゃないんだと。ほーん。俺にとって大事なのはこいつマフィティフだけなんだ。どんなことしても絶対治してやるって。そうか。ネット本で治療法をたくさん調べてあらかた試してきた。どれもあんま効果なくて諦めかけてた。そんな時、ヘデンスパイスの存在にたどり着いたってわけだ。やばい、類戦に来てる今。よく調べたねって言えるわけないだろ、その本は。母ちゃんの研究室で見つけたんだ。エリアゼロに行って食べればたちまち元気になる不思議な植物を発見し、秘伝スパイスと名付けた。持ち帰りパリデの各地で育てようとしたが、育成途中のスパイスを大周囲のポケモンたちが食べてしまい、兄弟成長した。これは主ポケモンテーブル。だからドンファンが食べたからあれあんな感じになったんだな、多分。嘘みたいな話ばっかり書いてある。誰も信じない。わかると思うさ。けど俺は本当だと思ってる。この本によれば、秘伝スパイスを5つ全部食うとどんな怪我も病気も治るらしい。実際、マネスパイス食べたら冷え切ったマフィティ風の手足がちょっと温かくなったんだぜ。へぇ。冷え性が治ったのか。今回なんかあるかな？お、食べ終わったか？目ちっさい、これもしかして。あ、目がめっちゃちっちゃい、思ったより。あ、マフィティ風、お前これって、目、見えなかったの？今まで。え、なんか、泣けるんだが。ちゃんと。ずっとさ、目も開けなくって、俺すげえ心配で。あ、本当に涙腺に来る。よかった、本当によかった。泣きはしないけど、涙腺に来るな。ペロ。う、へっ、ぐへへ。目がつぶらすぎて開いてるのがわかんねえ。スパイスの力ってすげえ！やっぱ本物だよ。俺絶対にマフィティフを昔みたいに元気な姿にしてやるんだ。そういうわけだからさ、スパイス探しは残り3つ、一緒に頑張ろうな。これでさ、もしさ、マフィティフがさ、全部のスパイスさ、食べてさ、なんか、強大なモンスターになっちゃったら嫌だよな。強大な力を手に入れて、なんか暴走するみたいなのが。そうなったらちょっと嫌だけどな。あ、王にも博士じゃん。この間がまた一つ本来の力を取り戻したようだな。ライト状態でジャンプ中 B ボタン、滑空が可能になったようだ。滑空中にもう一度 B ボタンを押すと滑空を読めてその場で落下しますと。滑空するって何があんの？この間よろしく頼んだよ。飛行タイプのポケモンとも戦えるようになったんだろうな、これで。ちょっとやってみるか。いけ！滑空だ。あ？あ、ライト中にか。と。え？で？あ、トレーナーいる。
パンはパンダはみんな大好き、短パン。大丈夫、俺は嫌いだ、お前のことが。この先、王者の水に強いポケモンがいます。大丈夫。なぜ、おー。これは確かに強そうだ。格闘にはエスパーじゃないか。失礼しまーす。まあ、レベル35と予想。お。あ、なんだ。ストライク。こいつ好き。え、何この曲。こっから強い感じですか、もしかして全体的に。あ、こっから全体的に強くなりそう。例えばゴルダックとかは？クソ強なんだが。しょうがねえな、じゃあ右から行くか、もう1からやり直して。そうっすか。左の道は多分ハードモードなんだろうな。新しいポケモンだらけど。いや、レベル10とかだぜ。あ、なんだ。あ、主のやつか、これ。今のどっかに、岩壁の主がいるらしい。この辺り探してみたら全然見つかんねえんだよ。なんか高い壁にひっついてるなんてことないだろうし、そんなに深いところにはいねえはずだから探してきて崖から落ちんなよ。わかんなかったらマップ割りで周りを見てみようとさ、だそうです。これくらいか。これくらいだったんすか。もう持ってるしなぁ、これくらい。ちょっとなんかバグって大変なことになってる。これ僕に攻撃されないか？大丈夫これ。なんか、バグって、これバグだよな、多分な。ちょ、俺はいいから、はい、いいや、どうぞ。主人公にも攻撃されるじゃないか、これ。あ、いるじゃん。キモ。ちょっと、うわ。カニ好きだけど。あんまり強くなさそう。噛みつくで十分です、こいつは。おそらく。ね？やっぱ、左ルートから攻めた後に右ルート来たらなぁ、塗りになっちゃうよなぁ。踏まれてる、踏まれてる。危ない、ちょっとこれ死でしょ。砂ぼこりが目に。あ、砂ぼこりが目に。これ甘味だな、多分。甘いやつだ。リーテン主を見捨てたのか？はい。あいつが岩壁の主、でかすぎんだろ。スパイス食って強くなってるのか。リーテン、気をつけろよ。大丈夫、任せてください。おそらくヌルゲーです。多分ね。さすがに一発で死ぬことはないか。どうだろう。噛みつく。やばそうちゃんだけど、マリアゾシェルダで挟み上げだ。あ、でも、ちゃんとちょっと強くなってるな。こいつの技とか見てみたかったけどな。まあ、噛みつくとかであと十分でしょ。余裕やっぱり。やはりな。余裕でした。ありがとうございます。あー、経験値欲しい。さあ、またなんか食べさせてくださいよ。よし、お疲れちゃんだぜ。ネジポリも潜らすとすげえ怖えんだな。こちらから仕掛けてるから、それに怒るだろうな。あいつが食ってた秘伝スパイスはこの中にあるはずだ。戻ってこないうちにチャッチャから操作しようぜ。調査か。ここにもきっと。あ、なんかモンスターボールあるけど。なんだあれ。お！いや、その手前のモンスターボールが一番気になる。やっぱり秘伝のあいつ見っけ。いててててて。
で、甘スパイスを見つけた。まあ、やっぱりな。これスパイス探しも大成功だな。え、なに、本によると、秘伝甘スパイスは胃を健康にして食べ物を消化しやすくしてくれると。ほう。腹痛や食欲不振にも、こう、欲しい、それ。もうお腹よく壊すからね。こいつ、マフィティをもっと元気にしてやる。よし、で、飯にしようぜ。そうだな。うおずりゃおにゃー。さあ、どんな感じになるかな。ポケモン以外の使わないでありがたく受け取るよな。家庭科得意そう、こいつ。あー、いい写真だ。まあ、甘いらしいからな。さあ、マフィティフにも食べさせてあげよう。あげよう。言いづらいな、マフィティフって。ギャス。そいつも用意してあったぞ。優しいなぁ。これでサンドイッチあげようか。あげる。あげなかったらこれどうなんだろう。でもあげないってのはかわいそうだからやんないけど。マヒティ君ほら。その隣のモンスターボールマジで気になるけど。今度何が回復するんだろうな。食用、え、よしよし、少しずつ食えよ。ほら。一口で食うもんな、こいつに関しては。今度は何ができる、これで。崖登りとかだったら。ライド技、ダッシュを覚えた。たく、もうちょい味わってくれよな。ほんとだよ。お前。こいつは妙な方向に元気になってるよな。そうだ、見て、これ見てくれ。ヒデンスパイスの近くには絶対にシュポケモンがいるだろう？うん。この本によると、あいつはスパイスのセーブで巨大化して強くなってんだ。そりゃそうだ。この毒さん、主ポケモンによって食い物冷蔵庫とかもな、ん？こいつが心配だよ。マヒティ食べ終わったか？あ、立ち上がれるようになったのか？あ、声出せるようになったのか？バウ。バウ？え、いや、今、マヒティ、声。で、聞こえたか？はい、もちろん。その後ろモンスターボール、マジで何？絶対聞こえたよな。まあ、声も出せなかったのか。バーフ。相当重症だな。スラミじゃなかった。マイティム、お前。久々に声聞けたな。マフィティフの声順調に良くなってる。お前と会ってからいいことばっかりだ。ヒデンスパイスあと二つ、もう少し付き合ってくれよ。マジで最初はいいイメージなかったけどな。さあ、でも今何してんだろう。あいつのことすっかり忘れてた。今、ツイッターだとあいつひそかって呼ばれてるらしいからね。もう一回この独占入ってみようか、じゃあ。ハローリータ、こちらオーリム。コライドがまた一つ本来力を取り戻したようだな。ラジオで走るダッシュの速度が上がったようだ。早くそれ上がってほしかったの。LSTを押し込むとダッシュができるようになりました。木に当たると木の上にいるポケモンを落として戦うことができますと。コライドよろしく頼んだよ、と。ちょっと入ってみようぜ、もう一回。あれ？入れなくなってる。ちょっと待って。え？入れないの？いや、あのモンスターボールめっちゃ気になるんだけど。え、あれ何？あ、でもすげえ近くにいるやん。あ、フィーガが。あ、やべ、これもしかして正規ルートじゃない？アジト敷地内に勝手に入るのは禁止でしたー。あ、ごめんなさい。これ多分正規ルートじゃないですね。入り口のゴング鳴らして正々堂々勝ち込んでください。勝ち込むのはいいんだ。またなんか、ダメ出しされるところだった。言ってたか。これ校長先生にするとどうなんだろう。繰り返すが今の俺は寝る気、そういうことにしておいてくれ。見て、まずは感謝するぜ。おめでとうスタート大作戦に加わることができたからな。目的は？スターダの問題とその謎、それを突き止めるためだ。問題？いじめで多くの生徒を待遇、え！それは良くないな。ことで収集する結果を立てている。やばい噂は、あくまで噂レベル。ま、直面している一番の問題は、団員たちのあまりにも長い無断的欠席。いじめが一番良くないだろ。不登校の状況なんだ。こと5名の生徒、スターダのボスと呼ばれる生徒は、1年以上学校に来てない。まあ、学校行ってないと、まあ、
普通に中退になるからな。僕が一番よくわかるよ、そこら辺は。最近は下っ端たちがやんちゃを始めてるようで。一年学校行ってないのはまずいな。スターダに解散を要望しました。そして要望を見せてるならば退学 してもらうほかないと。こいつを野放しにしたらまずいだろ。しかしスターダからは返事はない。解散か退学かどちらかを選択する期限も迫っている。その日に聞こえたのがあなたとカシオペアの電話です。カシオペアか。いいで聞こえるか、はい。次はまたの機会に。それではお気をつけて。はい。アジが近いようだが、誰かいたのか。一人です。ボスを一人倒したことで、スターダは警戒を攻めている。アジとゴリラも以前より厳しいものになるだろう。そうかな。くれも注意してからまた連絡する。また負けたらこれ大変なことになるな。レベル上がってんのかな。引き殺せ。あんためっちゃ強いじゃん。てかもしかしてスターダに喧嘩売ってる人？あ、リテです、僕の名前は。ご丁寧にありがとう。そりゃ激マツだぜ。俺は仲間のところに帰ります。お疲れ様でした。流行らせよっか、これ。一周回って。おーい、リテー。あ、ネリケか、なんだ。炎組アジの調査はカシオペンタ、やべ、炎に強いポケモンいないかも。わたがデザイン来たんだがもう必要ないみたいだな。ボウボウボウ、ん？あ、もうロックマンみたいなやつじゃん。ボウボウ、こいつ捕まえないんだよ。ボウジローって言うんだ、こいつ。ボウ、やっぱりそうだ。なぜここに先生のポケモンですか？このポケモンはカルボウ。名前はボウジロー。へぇ、カルボウって言うんだ。ボウボウ、アカデミーの敷地内でお世話してるポケモンなんですが、なんですかとか言っちゃってるじゃん。あ、ボウジロー、しまった。スターダン、炎組と何か関係があるのかもしれません。私はあの子を追ってから行きます。先にアジトへ。はい。炎に強いポケモンいなくない？岩のインコぐらいか。下っ端に対処できたか。はい。それはタムロしているのはスターダン、炎組、チームシェダルだ。ボスのメロカはスターダン切っての何でもや。どんなものでも強引に解決する。メロカは我々の宣戦布告で荒れているはず。今の下っ端たちがアジトで彼女を眺めているだろう。ならば下っ端たちをどんどん倒せばいい。舐める相手がいなくなれば彼女は姿を見せるだろう。ジムができたらゴングなしで大作戦開始。チームシャドルに勝ち込んでくれ。了解です。行くぜ！勝ち込みじゃー！よろしく！いいかが。マーグレットは他のチームに勝ったやつがアジトで勝ち込んできました。さらに力の見せ所です。侵入者を叩き出してあげましょう。10分以内に俺たちのポケモン30匹倒せるまでボスの手は煩わせないぜ。まあこれ意外と10分かかんないんだよな。面倒だけど。いまーす。フィニッシュ。まあ、もう生きれませんでした。そろそろボスの出番です。よし、ここからちょっと真面目にやろうか。また車と戦うのか、これもしかして。そうじゃないか、これ。こいつポケモンだからな、一応、この車。あ、すごい草生えてる。かっこいい。かっこいいじゃん、こいつ。髪型がいい。てめえか、俺らに喧嘩売ってんのは。コマディアことはどうでもいい。喧嘩売られたらか、その時の話だ。ハゼロや。ハゼロや！口悪いな、お前。ま、じゃあ、かかってきなよ。ハゼるな、お前だってことを証明してやるよ、僕が。あ、クイックボール使ってる、こいつ。いいね。僕、クイックボール好きだよ。ロータスだっけ？トータスだっけ？わかんないけど。てめえ、俺が、ハットす。じゃあ、俺はぶっ殺す。コータスか。惜しいな。空火とか撃たれるやつですね。ガンプーで終わりと。ガンプーで十分。あ、マジか。燃えろ。出灰になっちまえ。やだ。火炎車。まあ、効かないでしょう。こんなもんですか。今のはやられた下っ端の連中分だ。そんなんでいいんだ、じゃあ。まあ、噛みつくでいいでしょう、あと。よし。お前の下っ端の分は、6ダメとかでいいんだ。ブロロローム。ブロロロームは固定なんだな。ち、俺はまだもう一括になってねえんだよ。
レベル何歩ぐらいなんだろう。こいつ引いてくるんだよな、普通に。レベル26、今なで。オーバーヒート。やばい。全然効かない。これ曲マジでかっこいいんだよな。でもこいつには訳があるんだろうな、ちゃんと。加速ない。素早さ早いんだよな、こいつら。嫌な音。はい、勝ちました。はい、オッケー。クソ余裕でした、やっぱ。最初に戦ったスタートにより強いのか、これ。かわいい。ったく、これで終わりかよ。やれやれ。なんだ？なんだこのカメラワークは。1年と数ヶ月前、また回想か。やれやれ、間に合ったな。メロちゃんおかえり、メロちゃん！かわいい。カルボ、何匹か進化させてきたぜ。これはパワー不足なんとかなるだろう。スターモービルも動くはずだ。やったでござるな、オリティガ殿。オリティガっていうの、こいつ。口だけかと思ってた。あ、こいつがオリティガっていうのか。せ、一言余計なんだよ。てめえはそういうとこがうざいんだぞ。メロコも似たようなもんじゃ。メロコって可愛いな、名前。口も態度も悪いから悪目立ちしてるんでしょ。それは違うよ、オルちゃん。メロちゃんは可愛くて女の子にやきもちやわれかれるからわざとぶっきらぼうに悪態ついてるの。へぇ。だから結局悪目立ちしてるんだよね。おい、ビワね、勘弁してくれよ。そのぐらいにしとこうぜ。そろそろ時間だもん。いよいよだね。スター大作戦。して、マジボス殿の考えは。はい、いじめっ子をまとめてグラウンドに呼び出したってさ。いじめっ子はダメでしょ。いよいよか。燃える。燃えてくるぜ。いじめは普通にマジでダメだろ。燃えて燃えて、燃え尽きちまったか。オーバーヒートのようにな。ここまでだな。てめえのルガルガン、マジで気が入っただぜ。インコって呼べ。この俺に勝った、歩き方やばいな。胸張ってダンバッチ持ってけ！まんじい！めっちゃ握手強いじゃん、こいつ。超痛いじゃん、これ。骨ボキボキってやられちゃうん、これ。これ僕、中学の頃やられたわ、これ。クラスメイトに。痛かったんだぞ、これ。これ普通に嫌だからね。もうどうにでもなるだ、わざましもくれてやるよ。ニトロチャチャ、ありがてえ。わざわす、翼をあげると。勘違いすんなよ。てめえにやるんじゃねえ。ルガルガンにやるんだから、ルガルガンは覚えるのかな、これ。要はすんだろ、一人にさせろよ。あ。スタートのメロコ、会ってほしいポケモンがいる。んだ、てめえ。かわいい。ボーカルボ、いや、お前は。ボーボーボージローか。お前、どうして。この子はあんたを探したアジュに来たみたいだぜ。ボーお前。懐かれてるみたいだな。アカデミー行ったところはこいつ毎日遊んでたからな。火の揺らめき見てりゃ考えてることくらいわかるぜ。ボージは何を持ってここに来たんだろうな。ボーボーうん。ボーボーかわいいな、ボージロー。俺にはボージローがあんたに戻ってきてほしいと言ってるように。うぜ。スターだな、ちょっと眺めてみる、襲う計画を立てているとか。そんな噂あんのかよ。あの頃から何も買ってねえな。マジでありえねえから。さっきまで改造車は何回してたな。あれダメでしょ、普通に。スターモービル、昔喧嘩に作ったんだ。実際に使ったのはてめえら相手がはずだけどな。初？昔の喧嘩？スター大作戦って知ってっか。スターダスト大作戦じゃなく、スター大作戦。何それ、初耳だな。そうか、知らねえよな。俺らスターダにとっては宝物みたいな思い出だったんだ。あー、こいつらの宝物はスターダのそのものってことか。あ、終わった感じ？これもしかして。ドトロトロトロト。リテ、メロコからボス流しダンバッチをもらったようだな、はい。ふむ、確かに。これでボスがいなくなったチームシェルドはいなくなるはず。メロコ。すまない、また考え事をしていた。約束の報酬はリテのスマホに LP をチャージしておこう。ザース！ 6000！ ザース！マドマシンマシン、あ、ザース！補給に財源も届き出せる。ザース！あ、またボタンか。補給班です。ギャス！うわ、なんなん？こいつ関西弁か？もしかして。関西人か？ちょ、やめろ！助けてー。まあ、普通に舐め回せるの嫌だよな。
普通に。普通に困るよな。あ、寝た。いや違う、倒されたのか。いや、あれベトベト。マジでなんなんあれ。すごいポケモンです。で、ある意味すごいけど、すごいか。忘れないうちに報酬ね。ごめんね、よだれまみれにさせちゃって。名前、リテだよね、はい。戦闘班のリテから見て、スターダンってどうなん？普通に強いよ。だって一回負けたもん。わざとスターダンって根っからの不良じゃないんだって。大半がいじめられてい、いじめられていたり、人付き合いを日本での同級。そんな連中が集まってスターダンを結成されると、一人では立ち向かえない、いじめを打ち勝つために、これ生徒たちの SNS ハッキングして突き止めた情報。ハッキングすんなよ。なんだ、5人のボスを集めてダウンを作った真の黒幕もいるとか。喋りすぎた。喉痛い。昨日の僕じゃん。残りのダウンの人も、頑張って。なるほどな。いじめられっ子が集まってスターダになったわけか。深いな、ちょっと。あ、なんだ。子供にも人気な街っぽいな、なんか。ここから走っていくか。まあ、ネモがいるんだろうな、多分。うっす。ロト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 。ネモだし、多分。もしもし、って私、私、ジム回ってる今、どこジム？あ、意外と近め、ちょっと顔見に行こっかな。え？本当に来たし。あ、いたいた。リテ、もう二つ目なんだ。バッチ、いい感じ。え、これ三つ目だよ、確か。え？これ三つ目じゃね？三つ目だよ。あ、三つ目、あ、そういうことね。三つ目のジムはここ選んだんだね。リテなら大丈夫とは思うけど、ジムは練習して私と一回勝負しとこっか。いいっすよ。僕強いよ、めちゃくちゃ。じゃあ決まりね。早速バトルコートへ向かいましょう。僕強いぞ。レベルめっちゃ上げたからな。だから三つ目のジムなんだってことは、こいつもそれなりに強くなってるってことなのかな。どうなんだろう。レベル合わせてくれたらいいけど。それなりに。コートは立地とか材質とか安心しておくといいよ。戦況左右するかもしれないからね。へぇ。見たらわかる。マスは強くなってるね。ちょっと強気なメンバーで行こうかな。来いよ。レベル40とかで来られたらちょっと困るなぁ。さすがに。実りある勝負にしよう。よろしく。来い。かっこいいな、この演出。演出とかこのポーズ。言わんこ。おーい、おい、おい、おい。まだルガルガンにしてないのか、お前は。その時点でお前の負けは確定してるのさ。来いよ。レベルは ?21。まだまだ。レベル30、あれ。外れた。ちょ、やめてください。攻撃が、なるほど。今なる。余裕。パモ。そのままでいいです。今のあれ。やべ、全然当たんねえや。小さいからか。間違いない。やべ。まあ、でもまあ、噛みつくとかでもいいかな。ぶっちゃけ。それは回ってるでしょ。うん。余裕です。そうっす。ウェルカモ。何それ。ウェルカモってもしかして食わっすの？食わっすの進化形態ですか？見せて。なんとも言えない。ちょっとかっこよくなってるね。いてもオープン持ってるから今回はフェアにテラスタル。あ、ごめん、僕テラスタル使う予定ないんで今回は。テラスタル使わなくてもお前に勝てるんで。水のテラスタルだよね。なんか凛々しくなったね、クワッス。ホゲータの進化形態知りたいけどな。噛みつくても終わりでしょ。あ、なに？奮い立てる。なんかバレリーナみたいだな、こうやって見るとね。白鳥の湖とかそういう感じかな、多分。噛みつくも終わりでしょ。おしまい。
散り方も儚いな、なんか。あざっす。余裕でした。はは、どんどん実っていく。今、10マッチ2個だよ、2個の強さじゃないよ。まあ、4、50分ぐらい、まあ、レベル上げしたからね。これ受け取って何？なんでもなし、3個ありがとう。また言いますが、もう一回やりたいけど、私チャンピオンだから相手を思いやって我慢するよ。またジムバッジ集めてさ、ジムで会ったら勝負しよう。いて。いてがもっと、もっと、もっと強くなってさ。はい。いっぱいいっぱい勝負できたら嬉しいな。付き合ってくれてありがとう。ジムテスト頑張ってね。待ってください。頑張ります。ちょっと可愛かったな、今の。ようこそ、ボールジムへ。挑戦者お名前を登録します。リテさんです、はい。そうですよ。コルサと勝負するのはジムテストをクリアする必要があります。はい。ジムテストは、ひまわり集めです。ボールは芸術の街。酒の持ち主は、自然や自然を育む太陽に感謝しており、どちらの要素を持っているひまわりを集めてもてなす風習があるんですね。ボールタンで太陽のようなお花のポケモン、ひまわりを見つけていただき、10匹集めてひまわり広場へと連れて行けば、ジムテストクリアとなります。マップに登録します。はい、わかりました。はい、そうです。街に散らばってもらおうか。そんな。キーマーキー。準備できたって、はい。準備です、開始。了解です。やべ、くそめんどくさそうだ。終わりましたー。いやー、大変でした。ほら、帰んな。自分たちの家に。カックカク。合格ということで。これでジムリーダーに選べる感じかな。目標はノーダメクリアだな、じゃあ。ジムテストクリアよ。実は報告しに行ってね、と。了解です。というわけで合格しました。集められたようですね。おめでとうございます。ジムテストクリアです。よし。戦おうか。なんだっけ。ネイチャーアーティスト、ジムリーダー、コリさんになりますか？はい。ネイチャーアーティストだって。目標はノーダメクリアだ。だって駆け出しだもん、これ。駆け出しのジムリーダーだもん。駆け出しのジムリーダーだ。駆け出し向けのジムリーダーだもん。目標はノーダメ、ノーミス、ノークリア。で、行きましょうか。むずい、これさ。挑戦者よ。そうです。挑戦者です。あ、なに？あ、挑戦者よか。トゥン！あ、膝からついたね、今。膝こだわりだと思う、だから。よくぞ来た。私はこれさ、クソアプタイプ専門犬の、うん、ごめん、カミカミだ。ボールジムのジムリーダーでもある。貴様のジムテスト風車の上から見ていたぞ。本当に？その洞察力だが、実にアバンギャルド。日本語でお願いします。そのし、美神ビガンが勝負でも発揮されることになっているぞ。その私たち二人の合作アートを作るんですが、合作。う、頭が。準備はいいな。整形。開始だ。行くぜ。来いよ、これさ。レベルは何ぼ？レベルおそ、あ、おそらく16とかだと思う。いや、そう。高くて15。だと思うんだけど。こいつ多分レベル11とかだと思う。芸術を測って想像。曜日ならにはあがくことだ。弱いです。頑張ります。あ、16か。ちゃんと強いじゃん。焼きつくで全部終わらせます。レベル差、レベル差20ぐらいあるもんな。それこうなるわ。左ルート行ったら積んだんだもん。しょうがねえよな。左ある程度攻めた後の右ルートはマジでぬるげになっちゃうな。でもこいつ紹介図見たんだよ、こいつがウソッキー出してくるところ。で、ウソッキーってね、岩タイプなんだよ。僕、アニポケで知ったんだよ。ウソッキーが岩タイプなの。あれ、なんかね、ポケモンのそのアニポケで、ウソッキーに水あげたらウソッキーがね、嫌がったんだよね。で、それで、ウソッキーって草タイプじゃないのって言ったらウソッキーがうっそーって言ったシーンを覚えてる。どっからどう見てもこいつ草タイプだけどな。ベノショック。さらなる最高を加えぬよう、題して嘘から出た誠。ウソッキー好き。嘘って言うんだよね。さあ来いよ。これで草に、テラ、クサラすんだっけ？紹介図見ちゃったんだよな。全く微動だにしないじゃん、こいつ。来いよ、ウソッキー。ルノショックでとどめた。
一発ストレート。あ、頑丈か。なるほど。うわ、うぜえ。あとは時に命、速さが命、スピード上げていくぞ。じゃあ、ノーダメクリア、これ無理じゃん。草分け。何それ。あ、いや、いけるな。あ、いけなかった。はい、2ダメージと。キノコ。ぽ。あ、効果抜群なんだ。え、なんで？炎と岩って相性悪いんじゃないの？え、なんでだろう。え、ウソッキーって草ないよね。まあ、勝ちましたと。ありがとうございます。クソ悔しそうじゃん。アバンギャルド。アバンギャルドってどういう意味ですか？ちなみに。日本語でお願いします。なんというアーティスティックなタクティックス。技のパターン、ポケモンディティール。全てが研ぎ澄まされている。貴様との戦いは芸術と言わずして、他は何を芸術と呼ぶのだ。技の審査は文句なしの合格だ。その証にバッチを進呈しよう。記念撮影に応じてやるぞ。あった。SNS に載せますね。かっけー、左の男の子。かっこいいね、めちゃくちゃ。いい写真撮れたね。ジマチを3個処理すれば、レベル35までのポケモンが捕獲しやすくなり、言うことも聞くだろう。貴様のようなトレーナーには私のお気に入りもくれてやる。草分けを手に入れた。草分けって何ですか、ちなみに。草むらが飛び出すように攻撃する。自分の翼を上げると。ほーん。あ、インスピレーションが止まらんぞー。新作の制作に取り掛かるゆえ、これにて失礼な、さらばだ。じゃあな。というわけで、ジムも終わりと。僕の勝ちってことで。お、びっくりした。お前、先生じゃないの？先ほどジムリーダーに勝利されていましたね。確かお名前はリテさん。もうなんか見たことあんな。ポケモンみたいな人だって僕が言ったやつだ。パート2で。あなたはチャンピオン目指していらっしゃるんですか？はい。いいお話を聞きました。類まれな若き才能。さらなる高みを目指してくださいね。四天王でしょ、お前絶対。私は、おもだか。ポケモンジムを、あ、運営者なんだ。ポケモンリーグの委員長なんだ。あなたがジムバッジを集めるなら、その先応援できるよ。それではごきげんよう。リーグ委員長って前作で良くないことしたから、あんまりいいイメージがないんです。